ボンゴレ代表のカルネバーレ2009始まるよ。オープニングから気抜きでいこうからな。みんなちゃんとついてくるんだぞ。最初はアニメでおなじみオープニング曲のメドレーでスタートだ。
超感動してるよな。おいや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 、ねえ、こんなうちらもね、人数こんなに多いですけど、はい、お客様もこんなに多いですよ。はい、はいはい、頑張っていこうかなと思っていきましょう。一発、はい、はい、カルギョーヒットマンリボン、今回最強のカルネバーレ2009、みんな最後まで死ぬ気で楽しんでいってください。それじゃあ、勝手に始めようとしてんだ。もう私たちお忘れになって、めっちゃもう、いや忘れてたわけじゃないんだ。いや、すいません、忘れてました、ごめんなさい。では何にしちゃった。なんだこの勝手が。まあまあ、ゴクレラくん、落ちちゃって。まあまあ、ゴクレラ、今日はダイリアを呼んできたんだよ。俺がね、俺が生まれて飛び出て現れました。ダリアです。ブーカ、てめえちゃんとコンサートのタイトル見た？お前の目口穴なんじゃねえの。まあまあ、もうやめてよ、やめてよ、やめて。まあ、いいじゃねえか、ダリアも同じボンゴレなんだから、みんなで楽しくやろうぜ。仲良くしなきゃ。バカだおめえは。こんなメンツですけど、ちょっと一列に並んでください。あんたたち真ん中やめてください。あっちです。そんなこと言わない。後でにね。はい、お願いします。これでね、みんな揃ったわけですね。はい、それでは、早速、自己紹介を始めたいと思います。もちろん、ツナから行くぞ。ああ、俺から。ツナこと、沢田スメル局の国分野会です。よろしくお願いします。今日はみんな死ぬ気で楽しんでいてください。うちらも死ぬ気で楽しみます。よろしくお願いします。おはようございます。ウェルカムパシフィコ横浜、モチベーション上げてこいよ。ドクレラ君のお友達の一丁目です。よろしく頼むぜ。皆さん、皆さんと一緒にたくさんいい思い出を作っていきたいと思いますので、皆さんも素敵な思い出作っていってください。楽しんでくださいね。ではお兄ちゃん。おい、みんな、今日は俺に決めてもらえるか。よし、曲が決めてこいよ。笹川亮平役のキューティーです。おやおや、僕が一番弾くことは少々気に入りのことだ。そんなことよりも僕にはあなたが必要です。よろしくお願いします。みんな、今日来た課題はこの3つを覚えること。絶対だよ。 OK OK OK。 リボン役のニコです。よろぴくー。みんな寿司好きか。おー、大好きなんだ。マフィアロッコ好きか。盛り上がってこうぜ。山尾さぎたけいろです。よろしくお願いします。みんな、こんにちは。はずかよ。自由人でした。今日は5歳のランボさんが竹内純子さんで頑張るので、皆さん最後まで楽しんでくださいね。
きですか？じゃあラーメン配達に行きますので、皆さん待っていてくださいね。すごい！すごいって聞こえないよ。せーの、すごい！はい！すごい！すごい！すごい！いい子たちだ。ステルリスクアベンの高橋ひろきです。皆さん何とぞ一つ。じゃあ僕も真似をして、うっし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 、滑舌甘いんじゃない、うっしっしっし。ありがとうございます。ベルフェゴリアクの藤原由紀です。頑張ります。よろしくお願いします。皆さん留守電さんよ。あたしかわいい？本当にかわいい？本当にかわいい？君らの方がかわいいよ。シュリア役湯沢浩一郎です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上このメンバーで、風教室マリボンボンゴレ最強のカルネバーレ2009横浜にバリア現る、最後まで死ぬ気で盛り上がるぞ。というわけで、最初は誰が歌いますか？お、どうする？あ、行くのか？行くのか？やる？やる？やる？マリアの方から。みんなまで。怖いよ。そこは俺に行かせてもらう。お前、パイプ集まじゃねえか。気合十分じゃねえか。ああ、気合十分。お前、こっち見て喋れ。こっちだぞ。こっちだろ。なるほど。じゃあ、行ってこい。じゃあ、10代目、よろしくお願いします。いいよ。皆さん、頑張ってください。頑張れよ。俺の声
けでやるぜ一目だばどこを探してもみんな一人しかいないから何があっても今までの自分にありのために探す
よ、バリアイチロー、あえて全部を全部にサルファーだけがないか、オープンのベースが抜きなせば残りの輪は奇跡さも夏の光空を見つめる時計の仕掛けて再び幕だけは消して見込めがしない大きな恋の感情は俺アピリアの心恐怖に染め上げるよ君なりば俺の言葉毒が止まらない捉えてくる無邪気な無気なスロータンガスタさやや、この世界何もかも奇跡さも続いてイントロドン！わーい！みんなまでいいな。わかってます。いきなりやる気になりましたね。皆さんどの曲知ってますか？誰の歌ですか？そう、今日は来てないけど、俺たちのボスの歌を今日は俺たちで歌います！耳かっぽくってよく聞けよ、はい、誇り高き怒り恐怖しろ、覚悟しろ、炎の鉄人。
お前らとは格が違う。カツは俺を崇め立てればいい。うまく座れましたね。はい、はい、綺麗でしたね。さらに息ぴったりでした。ありがとうございます。あ、仲良しなんですね。はい、いいですか、次。もういいですか。ごめん、ね、ごめん、なんか言えいいとろっと。はい、なんだよ、もう。おいおい。じゃあ、いくよ。はい、次の曲、いいとろっと。黙らっしゃい。黙らっしゃいって初めて聞いた。俺の歌、俺のジョイって曲。違う。俺たちの。俺たち。俺たち。行きますか。たちでお願いします。じゃあ、俺たちのジョイ。もういいですか。はい、大丈夫です。少しも大丈夫です。十分やりました。いきますよ、続いてイントロドン。はい、ちょっと準備してくるんで待っててください。準備、あの、すいません。はいはい、私、あの、ラーメンの途中なんですけど、あの、私もデンジャラスな歌を歌いたいんですけど。もうちょっと待ってもらえますか。はい、イントロが出たら歌えるので、それまで皆さん我慢してくださいね。その順番はまだ発表されてませんね。はい、あの、そっちの、あの、黒井さんに大丈夫ですか。
すごく盛り上がってますよ。元気ですよ。楽しんでるわよ。ごめんね、今ね、この背景と同じで黒だからね、沈んでるかもしれないですけど、そうですちょっとね、止まっちゃって。めちゃくちゃ楽しいです。ジャン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 。ダメ、まだ沈没しちゃうよ、これじゃ。はいはいはい、大丈夫？あ、ありがとうございます。お前変なもん。大丈夫、大丈夫、はい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 、ありがとうございます。はい、行けます。行きます。三浦春で、北のデンジャラス。北の角辺に、高波晴れ、ああ。乗り換え屋が尋ね北のカモメも泣いている三浦春がお送りいたします。北のデンジャラス。好きです津田さん、起きても寝ててもこのハート憂いくしそうで、とてもホラーなエブリデイです。マフィアの妻と呼ばれる日まで、来てはもらえぬ着ぐるみを脱いでます。いつも夢をループで、秘密
とうございました。ちゃんと踊れてたの？すいません、踊れって言ったのは竹内さんですからね。ひどいことになってましたよ。どうでしたか、僕の踊りは。痛い。クフフフって言いました。クフフフ。バカにされてるわ。山本武役井上です。新品役のチャンリンメイです。ラムヤクの竹内慎吾です。わーやー、来ましたね、横浜パシフィコ。ねえ、どうしよう、何が。横浜は中華の街だからきっとね、中華が入ってきたと思う。もう入ってきちゃった、うん、これから行くのかもよ。そう、みんな餃子の匂いでいっぱいかも。あ、餃子マン買ってきてくださいよ。え、行きましょうか、あれ出すよ今から。酒だろ、お前、お前、うちのボスが出しますから。俺ボスじゃねえよ。かけてます。以上。はい。絶対にバリアに負けねえ。あ、今ちょっと途中でそうだったね。負けねえ。バリアに負けねえぞ。俺っちも。はい。はい。5000人ね、含めてのマフィアごっこ、でっかい祭り成功させます、絶対。はい。もうそれ今回はですね、5000人をボンゴレファミリーの横浜支部っていうのを作りますから。おお。今回作りますから。なるほど、でそしたらもう中華街とかも5倍ぐらいの人になる。チラシ君怖いんだよな、オチ考えずに喋るからさ、うん、いや確かに。でも先輩たちが作ってくれるって聞いたから言ったんですけど。ねえ、何何、続ける続ける。成功させて美味しい餃子の食べ行きましょうですね。じゃあ餃子けんでね、最後、はい、せーの、餃子けん。バイバイ、バイバイ、バイブー。ベルフェ汚れ役の藤原由紀です。スコアレ役の高橋です。ルスリア役の湯沢浩一郎です。はい、というわけで、本番前です。本番前、ね、どうですか、はい、皆さん。もうあと1時間もしないで始まっちゃう、うんうんうん、ね、そうですね、信じられない。なんか、まあ、信じられないのは僕はあなたの格好なんですけどね。いや、これはやっぱイメージをね、ちょっとでも近づけるかなと思って。素晴らしいプロ根性ですね、うん、はい、高橋さんいなかったけど26日はもうちょっとパワーを抑えてたんですよ、うん、そうそうそう。あ、いや、衣装合わせとかやったの？そうです、うん、28日になったらもうブワンってドーンと上がってきたんですね。ファーが出てきた。これがちょっと追加されて、なるほど、はい。まあ、僕らはバリアチームということで、はい、渋くちょっとね、うん、モノトーン気味に決めて、うん、見る的な感じなんですね、うん、で我ら悪役なんで、うん、今日は会場をぶっ壊して、うん、どんどん盛り下げてね。どんどん盛り下げて、どんどん盛り下げて、バリアクオリティを、バリアクオリティで盛り下げていきたいと思います。本当にもうね、切って切って切りまくりたいんですけどもね、この会場はね、ちょっとね、若干広いんで、ね、数が多いです、ね、若干数が多いんでね、今日は3人対5000だもん ね、 ね、なかなか、まあ、なかなか俺たちにとっちゃ目じゃないけどね、まあ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 、はい。そんなわけで、今回はバリアクオリティ満載で、ぶっ飛ばしたいと思います。よろしくよろしくよろしく。そろそろ、リボコン開演が差し迫って1時間ぐらいね、まあ、ね、あと1時間を切ったかなぐらいになりました。今回はステージには立っていないんですけど、なぜか僕も緊張しています。それよりも飯田くんちゃんとできんかな、ちょっと心配です。笹川亮平役の木内涼です。六道もくれ役の飯田俊信です。今回近藤さんが出られないので、僕が飯田くんの面倒を見ています。なんでそうなるんですか。まあ確かに、いや近藤くんお世話になってますけど、君の大変さが分かった。なんですか、そんなお荷物じゃないですよ。このライブで一番勉強になったこと、それは飯田君の面倒が大変だっていうことです。その通り。違いますよ、その通りじゃないですよね。本当大変です。いや僕は結構でも気遣いなんで、でもまあ頑張りましょう。はいはい、ね、あんまりアニメではね、はい、絡みはないですけども、絡みはないからあれなんですけどね。そうなんですけども、まあ一応頑張りましょうよ。はい、ね、そうですね、最初のオープニングとかさ、俺たち頑張ってんじゃん一緒に。やりますから、もう全力で頑張ります、うん、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうした。あ、私から。あなたから完全に守ってます。キャスリボン役のニコことニコです。ニコことですか。はい、チャオス綱役の国分ゆかいです。どうも。そして
チャオス笹川京子役の稲村優奈です。かわいい。わチャオス三浦春役の吉田ひとみです。ひどい。最初は花の4人組です。はい、やった女性陣は私たちなんですよ。そうです。あ、俺男だったわ。俺も男だったわ。キャラ的にはね。ふんって言った。ちょっと任せようかな。え、どうぞどうぞ。いやでももうあとちょっとでね。そうだね。始まる。始まります。可愛い服しちゃって、はい、クリームを注目してください。ぜひぜひ。素敵なね、服に注目です。服に注目。あ、そうそう、服に注目です。みんな乗っかってきて。各種服にね、はい、あと新着飾ったりもしますからね。それもぜひ見てください。はい、頑張ります。ニョニョ。はい、じゃあね、今日のゲストは飯田敏郎さんに来てもらいます。どうも、はい、よろしくお願いします。はい、いつもかっこいいですね。はい、いや、とんでもないですよ、そんなかっこいいお二人。これなんかちょっとこう、ベルトを返すと、ベルトを上側で外れて、ね、これ、わざと外すのがおしゃれなんですよね。先輩やめてください、飯田流なんですよね。もう完全に高校の部活の先輩と後輩じゃん。ゲストなのに。ゲストなのに。あ、ほら、先輩、お前大丈夫。本当の先輩が来た、本当の先輩が。やべ、おとなしくしてようぜ。しかも先輩マジで怒ってたし、きっかけちゃんとやべえやん。はい、はい、まあ余裕です。いや前回は近藤さんが飯田さんの保護者で、今回は木内さんが飯田さんの保護者なんです。そうですね、保護者、守護者です。全然うまくねえよ。こんばんです。今日のテーマはマフィアで、髪の毛もオレンジでリボンで、緑のとこはレオンです。はい、ハイパーなんで。あれは通常のツナではない。通常じゃないんです。ハイパーツナなんです。なので変にお客さんに笑いかけたりできないので、常に常に笑わないみたいな。いや、いいと思いますよ、笑っても。本当に？いや、あたいの今回の宝物だよ。そうだよ、あれ持って帰んない、本当に。ねえ、本当欲しい。すごい。私、アニメが始まった当初からずっとあれが来たいって言ってて、で、今回あの、何でも言ってくださいって言っていただいたので、最初にお願いしたんです。あれが来たいって。うん、楽しみですね。まさか実現すると思わない。はい。あれ明かりつくんですよ。うん、知ってた？そう。あれつけんの？つける。ついてたでしょ？ついてた。本番？うん。本当？うん。あれだから本番終わったらそのまま横浜の海に乗って帰る。そうそう、あれで帰るけど。帰るんだ。優雅に動いているその下では、水面の下では必死にこう足を。そうそうそう。沈没。沈没ですって。本当にね。そうそうそう。危ないです。綱さんがでも溺れたら助けてくれ。いや、助けらんない。あと15分でしょ。もう私緊張して動けないもん、立てないもん、この席から。もうね、今下すごい上がってる。もう私だって、はい、移動しますよ。やだやだやだ。どうしたの？やだやだ。ちょっと、やだやだ。綱がいなかったらどうすんの？このまま連れてかれる。ダメダメ綱くん、ダメ綱くんのバージョンでいく。はい。何回もそんなに緊張した？いや、今回はやばい。緊張してんの？緊張してんの。私は今から温泉に入る気分。温泉に入る気分か。それがいいかもしれない。そしたら眠くなっちゃうよ。でもリラックスした感じで。リラックスしすぎてもう数全然ボーンみたいな。拾ってくるしかない。大丈夫だよ、仲間がいるから。そうそう、一人で立つわけじゃないから。いいこと言うね。なんか春と京子の歌みたい。ネタバレだ。いや、もう食べてんじゃねえよ、これ多分。なんか全然わかんないんだって、やっぱ辛いから。だから、取って、あーって取って、あーって取って、こっちに持って、一回顔上げて。お願いします。
いいね、かわいい。このビガを撮ってくださいラッパそんなにしなくていいよ。私ひんやくと思う。いや、私ひんやく撮らなくていいですよ。こっちはいいよ、もうここのニーコのこのキラキラするまつげも撮ってあげてください。すいません、かわいいね。ここにもレオンがいるのかな。そうなんです、ね、レオンです。とりあえず今日はコスプレパーティーを大注目です。何かが起こります。はい、ガース笑顔でね、にっこり。はい、元気よくいきましょうね。はい、なんか声出す。わー、イエーイ。はい、 はい、 OK です。みんな入ってますか。リモコン2009、マフィア最強のカロニバーレ2009、一曲発売。頑張るぞー、キャー。これから昼本番直前なんですが、一応持っていくものとしてはですね、私が今回も担当しているカメラと、あとこれルスのねサングラスと、あと袖でちょっとメイク直しをするお粉と、ブラシ、この4つがあれば、まあ乗り切る。おお、行ってきまーす。頑張るぞ。お願いします。横浜を巻き込む最大のマフィアごっこ行ってきます。終わった。2回目も頑張ります。どうでしたか。演劇中怖かったです。なんで。嘘です。本当です。なんで。それは DVD 見れば分かります。2回目夜の会はいじめないようにします。いつもいじめられてるので。しかし行かないで。バイバイ。昼の会終わりました。ああ、いろいろね、いろいろしくじったんで、夜はなんとか、昼しくじったところはしくじらず、昼しくじらなかったところをしくじって、うまいことをつなげてもらえるようにします。春日、一段消す、これから。ありがとうございました。10年後。岡田アレさん、ありがとうございました。お疲れっす。超元気じゃん。いや、もうすごいから元気です。汗だくです。ありがとうございます。いくよ。まだだろう。修行の成果出たのかよ。おう、バッチリだぜ。ほんとか。じゃあやるか。お修行だ。ひょいひょい。じゃあ小僧乗ってけ。じゃが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 。肩乗ってけ。ひょい。